ソグネフィヨルドの位置ソグネフィヨルドソグネフィヨルドは、ノルウェー西部にあるフィヨルドである。ノルウェー最大のフィヨルドであり、グリーンランドのスコルズビワンに次ぐ世界で2番目に大きいフィヨルドである。入り口は、ベルゲンから約 72km 北のソグンをフィオーラネ県にあり、内陸に 203km 離れたスックジョールデンの街あたりまで伸びている。フィヨルド内の最も深い場所は、 内陸部にあり、その水深は1308メートルに達する。逆に入り口付近は、そこが土台のように盛り上がっており水深は100メートル程度で、ある。フィヨルドの幅は平均5キロメートルほどであり、両岸は1000メートルを超える崖に囲まれている。フィヨルド沿岸の町は、ボートなどによって結ばれている。主な町には、バレストランド、クドバンゲン、フロムなどがある。 グドバンゲンはソグネフィヨルドの支流の一つであるネイロイフィヨルドに面しており壮大な風景で知られている。フロムからは観光路線として有名なフロム線が走っている。この鉄道は 20km 離れたミュルダルに着くまでに 864m 上昇しており世界一急な勾配とされている。ネイロイフィヨルドソグネフィヨルドの上には4 5 9 7ルの 長さがある電線が渡されている。これは世界で2番目に長い電線である。フィヨルドを含む風景の美しさは観光客にもよく知られ、観光業による収入がこの地方の大きな収入源になっている。ありがとうございます。